リズムは整うかもしれないですよね。朝のリズムが絶対崩れないから、会食とか行って遅くなったりとかした時も同じ時間に起きないとダメなんで、だから結局戻されてきますね、どんだけ不節制してても。もうちょい無理しようかなっていうなんか感じがあって、なんか若い時って、まあ、美容師成り立てもそうですけど、合コンしたら誰が一番モテるかって言ったら、かっこいい人よりもかっこいいと思い込んでる人がモテるみたいな、なんかあるじゃないですか。それって自分の周りがかっこよくて、その集団がかっこよくて、自分もかっこいいって思い込んでる人が一番モテるっていうなんか心理があって、そういうのをなんか思い出したというか、今まではなんか自分でこの環境にいて、あ、これでちょっと満足してたんですけど、これじゃちょっとダメだなと思って、金融教育っていうことをやり始めたりとかしたりしたら、いろんな人と出会うし、自分もなんかもうちょっとそういう風になんか一個の上のフェーズに行かなあかんなっていう感じがしたから、また新しい人脈作ったりとか、いろんなつながりを持って自分が思い描いてるところまで持っていこうと今だいぶ燃えてます。ドライっすよね。でもなんかメラメラ燃えてる人ってなんか少ないような、ある意味賢いんでしょうね。賢いから効率的に仕事してる人がなんか多いような、効率的にやってたらなんか自分のできることしかやらないような感じがして、でもがむしゃらにやって、それが合ってんのか合ってないのかわからない状態でやる方が失敗もするし、失敗ってすごく経験値になるし、経験値が一番僕は大事なのかなと思ってるので、失敗するとか成功するとかっていうよりも、もうちょっといろんなことに対して興味を持ってがむしゃらにやる人がもっと増えたら、業界ってすごく盛り上がるんじゃないかなっていうなんか感じはしますけどね。思いついたことは全部書いてるんですけど、そのタスクとして置いてるんですけど、朝だからこれできるなっていうのを整理して、この移動中にでやるって感じですよね。もうそれを全部実行したら、もうその日は何もしないって決めてます。なんかずっと考えてたらもう頭おかしになってくるから、とりあえず今やってることをここまでできるなっていうことだけ決めたら、それをいかに早く終わらせるかっていうことしか考えてないですね。朝が一番好きですね、人がいない。基本常温ですよね。常温が良くないです か、 なんか冷たいの飲めないですよね。なんか刺激がある街、お客さんでもそうなんですけど、まあ、美容師でもそうかもしれないですけど、なんか磨かれていくような街というか、お客さんでもよく言うんですけど、やっぱり綺麗な格好していかないとダメだよねっていう、決めていくような街だから、自分を磨いていってくれる街ですかね。に来てもずっと音楽つけないですよね。なんか無音って落ち着くんですよ、僕。でも家の中の無音はちょっときついんですけど、なんか 朝だからか分かんないですけど、いろいろなんか頭の中も整理できるような感じがするし、ケチなんで
無駄なものには使わないけど、なんか使う時に使える人間の方がいいじゃないですか。しょうもないものは買わないし、いらないってものはいらないと思うし、買うとしてもやしゃやしゃ売れるものだったりとか、価値が下がらないものだったりとかを買うようにはなんか意識はしてるかもしれないです。買うってなったとしても美容した当初の相性、はい、悪いと思うんですよね。基本的には時間がないじゃないですか、美容師って。まずで勉強する時間もないし、経済の勉強する時間もないし、時間もないしっていうか、なんかそれを全部やろうとしたら多分体が壊れると思うんですよね。朝から夜まで、夜も遅くまでなんかいろいろやったりとかするじゃないですか。練習したりとかミーティングしたりとか、それこそ撮影夜までしてたりとかで、次の日の朝ってなったら多分みんなそんな早い人いないですよね多分。でもそれを早い時間に起きて何か情報を得てっていう風になってくると、なかなか難しいのかなと。だけどやらないとダメな部分だから、僕は15分でも10分でも早く起きて、そういう部分を頭に入れて、でいつもと同じルーティーンに変えていくのが多分大事になってくるかなと思うので、まあ、それができる美容師さんはそういうのも学んでいけるのかなと思いますけどね。意識してたのかな。全然意識してなかったですから。なんで借金してなかったですもん。だけど別に借金が悪いっていうわけではないのかなとは思うので、それを悪いと思ってしまったらあれかもしれないですけど、なんかそれがあるからいろんなことが学べたっていう経験になるかなと思うので、他なんか何でも経験が大事なのかなとは思いますけどね。全部が全部悪いとは思わない。あ、おはようございます。これが僕らの撮影ルーム。なんかリタッチがバレにくいヘアアレンジをやろうと思ってます。面白いことよく考えてくれるんですよ。ルーティーンばっかりしすぎてると成長はないですよね。なんかそれってやっぱ居心地いいような空間になるらしいんで、そこをやっぱ一個ちょっと出ないと、新しいものを取り入れていかないと自分の成長はないっていう風によく言われるので、この時間の中でこれを取り入れていこうっていう風には考えるかもしれないです。いつもだったらなんですかね、この時間起きてこう今のルートで行くけど、例えば今日だったらパグゾーを公園に連れて行こうとか、違うところをこう行ってみたりとか、違う行動をしてみたりとか、違う出社の仕方をしてみたりとか、なんかそこで新しい発見もあると思うので、何かしらやっぱり変えていった方が新たな出会いもあると思うし。すいません、ここで今練習してるんですよ。これをハーフアップをして、それ絶対に見えへんの？あの帽子かぶりは？じゃあ帽子やんか。こう、これおすすめですみたいな。何言ってますか？だから失敗例と成功例みたいなってこと？あ、そんな感じ。 NG はこれでみたいな。そうです、そう。カメラ向けられてるからてるてるやん。いや、本当の多分僕が向けてるカメラやったら多分めっちゃ調子乗りますよ。NG ってどうやつの？ダメなのは、うん、ハーフアップ、ちょっと上に持ってくるような、うん、アレンジはやめた方がいいですよっていうのを OK で流して、でこのパターンはやめてくださいねっていうパターンを後で流すわ、うん、リタッチが伸びてる方がハーフアップをするとここがなんか出てるんで、なんかそれかもそれを作っちゃって NG としてやるか、それはそれで作ってもらうから、一番最初のオープニングはじゃあ、はい、あれしようよ、はい、緊急事態宣言でカラーリングに行けないと思うんですけど、その時のヘアアレンジってどうしてますかみたいなとか。じゃあ一番最初、はい、もらっていいじゃんそれ、はい、言える？立ちが伸びてきてアレンジどうしてますか？
言葉下手くそかもしれんけど頑張ろうか。カラーリング受けてなくてリタッチが伸びてるのにもしかしたら目立つヘアアレンジやったりしてませんかみたいな。まあ、いけとってみようか、はい、なんかそんな感じでなんかいけそうだったらありますし、緊急事態宣言中リタッチが伸びてきてヘアカラーに行けない方、目立ちやすいアレンジしてませんか。ちょっと待ってな、緊急事態宣言中いらんか、うん、やってませんかの方がなんか良さそうやな。はい、どうぞ。目立ちやすいヘアアレンジやってないですか。はい、はい、いいと思います。今の方が良かったと思います。まあなんかノリで行くわ、はい、ノリで行って、行きます。はい、はい、癖がね、すごいんだよね。いくよ。こんにちは。こんにちは。まあ、私もそうなんですけど、うん、最近カラーがするタイミングがなくて。よかったら参考にしてみてください。お願いします。はい、それでは動画をどうぞ。リタッチで目立ちますよっていう感じでここが目立つんでみたいな、はい、あ、いいよいいよ、その手に持っといてくれて、です、どうぞ。下の毛めっちゃ持ってきてんねんな。あー、なるほど。ハーフアップはやらない方がいいですよ。はい、お願いします。後頭部よりも少し下の位置で結んでいきます。いきますよ、はい、じゃあ少しほぐしていきます。はい、そっからいきます。はい、リンゴジュースをさ、もう写真は iPhone って決まってんすよ。それもおしゃれやな。で、横向いて、はい、あ、そうですね、動くよ。はい、はい、OK。リタッチが伸びてる人は、うん、ハーフアップは目立ってしまうので NG です。ここね、ここの部分ね、はい、そうです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こんな感じで終わります。自撮り撮影をします。シザーケースを持ったことがない。そうなんですよ、ね、やばかったらやりましょう。また全く全く